ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は漫画、結界誌に登場する、狭間時守について解説していくわ。結界術を開発した人だな。狭間時守は400年前の結界誌で、住村家と雪村家に結界術を教えた人だよ。吉森と時根のご先祖様に結界術を教えた人ってことだな。界祖、なんて呼ばれてるな。今回はこの狭間時守が作中で何をしていたのかを、ネタバレ全開で解説していくわ。まだ原作を読んでいないという人は、動画視聴をおすすめしないぜ。このチャンネルでは、あのキャラどうなったっけ?みたいな、キャラクターを紹介していくわ。もしこの動画が面白いと感じたら、高評価とチャンネル登録をお願いしたいんだぜ。原作第1話では、なんで住村家と雪村家が、カラス森の警護に当たるようになったのかが、伝承として語られているわ。ざっくりと伝承を紹介すると、もともとこの辺を治めてた、カラス森、っていう一族は、かなり高い霊力を持ってて、あやかしとか幽霊が見えてたんだって。でも代を重ねるごとに力が強くなってきて、ついに変化したあやかしが人を襲い始めて、マルシャが出てしまった。そこであやかし退治を頼まれたのが狭間時守なんだけど、過労とか急病で3日行けない日があって、次の日にはカラス森家が滅亡してたそうよ。進化したあやかしに滅ぼされたってことか。至魂の玉みたいな一族だな。カラス森家が滅亡しても、あやかしを強化する力はそのままだったから、カラス森の土地にあやかしが長くいると、危険な存在になっちゃう。だから狭間時守の弟子だった。住村と雪村という人が土地を代々守ってきたってことね。吉森と時根のご先祖様だな。時守は後継者を任命とかしなかったから、住村家と雪村家は400年くらい跡目争いをしてるの。ちなみに丸試合になった人たちもいたそうよ。物騒な家柄だな。ちなみにこの伝承には嘘が含まれてるわ。は?ここから先は、結界誌という作品の、盛大なネタバレになるから、視聴する場合は注意してほしいわ。カラス森の地下には殿様の霊魂が封印されている。これが最初の嘘で、次に土地にあやかしを強化する力がある。これも嘘。カラス森の地下には生きた人間が封印されていて、あやかしを強化する力があるのはその人間よ。え?全然違うじゃん。サムネ詐欺もいい加減にしてもらいたいな。そんなのどうやってわかるんだよ。原作16巻で、黒兜っていう厄介なあやかしが出現するの。誰の命令も聞かないで、とりあえず人間か人間が作ったものを、片っ端から攻撃するあやかしなんだけど、そいつが地面をぐさぐさと刺し始めるんだよね。だから地下には生きた人間が埋まっているんじゃないかって考えるようになったの。ちょっと待て。地下に祀られた祠的な奴に攻撃してた可能性もあるだろ。その辺は裏会の幹部が暴いてくれるんだけど、難関だったか見つけられなかったわ。ごめんなさい。かなりざっくりした解説になるな。次にカラス森が滅んだ理由なんだけど、あやかしが大量に発生して、滅びたっていうのも嘘だよ。マジかよ。じゃあカラス森はどうやって滅びたんだ?カラス森が滅びた原因は、カラス森家のお姫様と狭間時守の子供が原因で滅びたの。わあお話がぶっ飛んだな。順番に説明するとね、伝承通りカラス森家には霊力的なのがあったけど、ちょっと見えるかなーくらいの力だったの。あやかしを強化するような力はなかった。ほうほう。で、なんか変なのが見えるって怖がっているお姫様のために、狭間時守が派遣されるの。この辺は大体伝承通りなんだけど、時守がお姫様に惚れちゃったところが伝承とは違うわ。ディズニー映画ばりの速さで恋に落ちたな。しかも二人の子供を身ごもってしまうの。お殿様はそのことに激怒したみたいね。そりゃそうだろ。時守はそれが原因で城を追い出されるんだけど、異能者のお姫様と自分の子供だったら最強になれるんじゃね?そうすれば今まで自分を馬鹿にしてきた人間を、見返せるんじゃないか?って考えた時守は、ある計画を思いつくの。なんか嫌な予感がするぜ。あらゆる禁術を調べ上げて、大気と大地の力を生まれる寸前の息子に、注ぎ込んだの。その結果、生まれた時守の子供に、近くにいるあらゆる生物から生命力を吸い取る力を得てしまうわ。村田バンガローみたいになってきたな。その力でお母さんの生命力を吸い取って、お城の人たち全員の生命力も吸い取ってしまうの。時守が駆けつけた時には、誰も生きていなかったわ。これがカラス森家が滅びた本当の理由よ。時守の子供っていうか、時守がほとんど悪い気がする。っていうか最悪だろ。諸悪の根源はこいつじゃないか。自分のしてしまったことを心の底から後悔した時守は、
お姫様の幽霊から子供のお世話を頼まれて、必死に育てるの。でも成長するにつれて持っている力も強くなるわ。例えばちょっと街を歩いただけで、住民の生命力を奪って、街を壊滅させたり、森を歩けば木々の生命力を奪って、山を滅ぼしてしまう。これ以上力が成長した場合、世界を滅ぼしてしまう。そう確信した時森は、自分の子供の力を、抑え込もうとするんだけど、失敗してハクビが丸んでしまうの。ハクビが要件になった理由ってこれか。自分じゃこの子の力を抑え込めない。そう確信した時森は、カラス森の中心部にお城を作って、子供自体を封印することにするの。深海、っていう結界術の最終奥義を使ってね。ヨシモリが時々、ドン、してる白いやつか。あれを使って自分の子供を封印したの。あ、ちなみに子供の名前は中心丸っていうの。まさに宇宙の中心みたいな力だよ本当に。これ以上、中心丸が力を成長できないよう。肉体の時間も止めるんだけど、完全には封印できなかったの。封印したはずの中心丸は、カラス森の外の世界を感じ取って、外に出ようとするの。あ、ヨシモリが出ようとしてるのをなんとかしたことあったな。あと力が漏れ出して、この土地にやってくるあやかしを進化させちゃうし、完全封印にはほど遠い結果になってしまうわ。まさしく現在のカラス森だな。時森も封印の中にいるって言ってたし、どうするんだ？こういう時のために時森は保険を準備してて、裏階の中から結界術の才能がありそうな人を選んで、術を教えておいたの。用意周到だな。その人たちは最初に話した嘘の伝承を信じて、カラス森の土地をあやかしから守ることを、火曜、にしていくわ。その両家の名字は、住村、と、雪村、って言うんだけどね。それで吉森たちは毎晩毎晩、あやかしと戦うことになるんだな。しかも時守は、あえてこの二人が後継者争いをするように仕向けたの。競争意識を生み出すためにね。住村と雪村の仲が悪いのも、時森が仕組んだことかよ。こいつが全ての元凶じゃねえか。そしてこの両家から生まれたばかりの赤子に儀式をさせて、中心丸に気に入られると、それぞれの場所に印が出るように術をかけたの。それって封印じゃん。仲悪くさせたこともそうだけど、なんでそんなことしたんだ？もし自分が封印を失敗しても、中心丸の力を引き出して、自分以上に力のある術者が完全封印を成し遂げてくれる。未来に託したのきり。言葉はかっこいいんだけどさ、そもそもの原因はこいつじゃん。だってお姫様に手を出して、生まれてくる子供に変な呪いをかけたのだって、自分の超人欲求のためだぜ。原因は時森なのに、400年も盛大に尻拭いさせたもんだな。ちなみに時森は、自分よりも優しゅうな術者はこの世にいないって、本気で思っちゃう自信家だったんだけど、自分以上の術者を待つしか方法がなくなってるのは、なんとも皮肉なことだよね。普通に自業自得だろ。兄ちゃんの修羅場スレに出てくる。不倫した奴と同じこと言ってるもん。救いようがないぜ。物語の初期から、回想とかイメージではちょこちょこ出てきたけど、ちゃんと登場するのは原作31巻からね。カラス森のお殿様というか、中心丸を完全封印するために修行してる。ヨシモリの前に現れるの。ヨシモリに結界術の基礎とか、直接叩き込むためにね。それもすべて中心丸を1日でも早く、封印するためなんだけどね。主人公を育てる黒幕っていうのも珍しいよな。年上ヒロインの時ねもそうだけど、この漫画には珍しい属性を持ったキャラクターが多い気がするな。途中で修行が続けられなくなりそうなヨシモリに、君ができないなら成功率は下がるが、君のお母さん一人で封印をしてもらう。とか普通に言ってるけどね。やっぱりクズだわこいつ。申しません、許して、って言ってる浮気者と一緒だわ。最後はヨシモリのお母さんが中から封印しなきゃいけない。っていう事実を諦められなくて、3日も打開策を探し続けるヨシモリに、諦めろって声をかけに出てくるの。最後までろくなことしてねえなこのおっさん。ある意味、正しい助言だとは思うけどね。時森も言ってるけど、ヨシモリのお母さんこと住村住子は、修行したヨシモリが足元にも及ばない術者だから、見つけられるわけがないの。悲しすぎるラストだよな。時森は結局どうなったんだ？ヨシモリに封印の中であれば消えない肉体を与えられて、左フックを食らって中心丸と過ごすことになるわ。ヨシモリは時森を助けたのか？殴ってるけど。ある意味そうね。ヨシモリは感情に任せて時森を滅するんじゃなくて、肉体を与えて罪を償わせることを選んだと思うの。中心丸の成長も止めてないって言ってるし、いつか時森から全てを話させることにしたのね。生きて罪を償え、パターンか。胸熱だな。
時森は肉体も消滅して、ただ、あの子を残していけない、っていう執念だけで、この世にしがみついてた時森が、封印を完了して、子供に全てを話せる時間ができたのは、ある意味ハッピーエンドだと思うけどね。狭間時森ってすごく人間臭くて、私は嫌いになれないわ。目的達成のために、一心不乱にもがいてもがいて、結果何もうまくいかないことなんて、世の中ざらにあるじゃない。それで歪んでしまう人たちって、現実世界にはかなり多いと思うの。だから時森って、人間が本来持ってる弱さとか醜い感情とか、すごくリアルに書いていると思うわ。この漫画、心理描写とかすげえ細かいよな。作者の頭の中どうなってんだろうな。ちなみに最終巻のおまけ漫画で、時森は、いろいろ反省してほしいです、って、作者からも言われているわ。まあ完全に黒幕だからな。合わせて、こういうダークサイドに落ちる人は、根が真面目な人だよね、とも書かれているあたり、本当は真面目な人格だったんじゃないかって伺えるわね。アナキン・スカイウォーカーも優しくて真面目なやつだったもんな。じゃあ今回はこれまで。ご視聴ありがとうございました。